映画監督の川瀬直美さんがユネスコ・国連教育科学文化機関の新前大使に任命さされました瀬直美さんは25日、パリにあるユネスコ本部で親善大使に任命されました。 映画を通じた国際交流やジェンダー平等への取り組みが評価されました新前大使には各国の著名人など60人が任命されていてユネスコの活動支援や広報活動を担っています小さな多様な声をですね、えー、そういう価値観に光を当ててそして確かな私たちの命のきらめき そういうものに傷がなければいけないというふうに今こそ思っています。日本人のユネスコ親善大使は画家の平山郁夫さん、俳優の杉良太郎さんなどに続いて5人目で女性としては初めてです。